クイズ正解は1年前。アナウンサーのゆるちゃん、久しぶりじゃないですか、僕来たの。そうだね。今日は何ですか？今日は何ですか？今日は、はい、あのもうすぐゆるちゃんがスタートして1年ということで、はい、ちょっと1年前の動画とか振り返りながら、その中でクイズが出されるってことなので、回答していきたいなって思います。なるほど。ですか？本当だったら4人で1年間のこと振り返りたいんですけど。本当ですね。で、1人いません。いませんね。はい、あれ？メッセージ来てます。ゆるちゃんメンバーの皆さん、こんにちは。すいません、今日は伺えず。というのもですね、ホノルルマラソンで初フルマラソンに挑戦するということで、1周年記念なのにすいません。でも1年経ったんですね。いろんな企画もやりましたし、よりこのメンバーのことも分かった気がしますし、いろんなゲストアナウンサーの方も来てもらえたので、内面とか交流が深まった1年になったのかなと私は思います。ということで、2023年も末永く楽しくゆるくいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今聞いたんですけど、そちらのスタジオ今日何か罰ゲームがあるみたいなんですね。頑張ってください。ちょっと罰ゲームよ。罰ゲームって何ですか？何？そういう感じ。一番怖いやつですね。やだ、本当に。正解しなきゃいけないんですね。そうですよ、1年前ですよ。どんなクイズなんだろう。仕事場に来て仕事をして、その先に罰ゲームが待ってる。どういうことやねん。本当やな。本当ですよ。やな。本当やな。本当やな。仕事をして、一生懸命罰ゲームがあります。全然職場に来る格好じゃないですよ。パジャマじゃないですか。それでは第1問、こちらです。一山ですよ。懐かしいですね。うわー、ちょっとあんまりこれ思い出したくないような。俺にとってほぼ顔が映ってない。もう確かに。いかがですか、おしゃれ。今日このスタジオでこのチャンネルの初回の企画を行います。素晴らしい。来た。ここから全てが始まるんです。はいはい、わかるね。はい、はい、どんな気持ちで、YouTuberになると思ってるのか。本当に TBS のアナウンサーをもっともっと発信していきたい、皆さんに知ってもらいたいなっていう思いがありまして、親近感を持ってもらえるようなチャンネルにしていけたらなと思っております。なるほど、親近感。慎太郎くんは、なんだっけ。この後、私は何と答えたでしょうか。全然覚えてない。いや、やっぱこれやりたいことこれだったから。いきますよ、ではせーの、ドン。はい。みんなで仲良くなりたい。それもありますけど。これはこれだと思う。じゃあ行こう。慎太郎くんは、筋トレがしたいっす。筋トレがしたいっす。筋トレがしたいっす。ぜひ企画で筋トレの企画をお願いします。いいですね。いいね。慎くんいいね。いいですか。慎慎慎慎ということで、筋トレです。あー、当たった。現に1年間ですげえ進みましたんで、ね、ありがたいことに。素晴らしいよ。筋トレはもうずっと続けてまして、大会終わった後も、まあ、ちょっと出ようかなと思って大会を実は自分の中で決めまして、おまた頑張りたいと思いますよ。次ですね、はい、2問目こちらです。ファックスになってますか。俺だけ無視されたらどうしよう。もしもし、お疲れ様です。お疲れ様です。今度はターさん。はい。うん、俺も一人一人で、今後リさんと二人で企画。なんでさ、みんなさ、途中で電話切っちゃうの？寂しいんだけど。寂しい。ごめんね。ごめんね。じゃあ二人きりでいいのね、ダンス。そういうことわかる。みんなじゃなくて。なんで笑ってるの？いや、適当だなと思って。なんか心ここにあらずですよ。そんなことないよ。元からそうでしょうよ。そんなことあるじゃん。何が寂しいの？あ、これは分かるわ。俺も分かる、自分で言ったもんな。え？はい、はい、では一斉にせーの、ドン。あれ、そっちかなって思った。いや、俺これなんか外した時めっちゃ嫌だなと思って。そんなにオブラートに包まない人じゃん。はい。結構言っちゃってるかなって。いやー、 YouTube でさすがにおしっこ使うかな。あれ、いいわ、言うじゃん。言うか。そうじゃん。言いそう。待って、おしっこって言いますね。ちゃんと、ワードが気になるからね。はい、じゃあどうぞお願いします。
しいのよ。じゃあなんかね、じゃあトイレいないよ。まさかトイレにいるわけないじゃん、そんな。普通にいつものリビングにいる、リビングにいる。ちょっと、ちょっと、なんか流れる音聞こえてるから、ちょっと静かにしようって言ってたんですけど。あ、誰かがトイレ入ってるんですか？そう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 。めっちゃ大音量。あ、そんな聞こえる？やってますね。やったやった。おしっこしてるが正解ですよ。リーさん正解。今見ておしっこと丁寧語を混ぜてるってすごくない？ねえ、おしっこしてます？先輩の人上の人そもそもトイレじゃないよ。ジョボ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 聞かせるか。逆にそれだったらマジやばいじゃない。じゃあ続いての問題です。はい、3問目。さあ続いての競技は反復横跳びです。おー、嬉しい。それでは母さんの挑戦です。よーい。ない、全く。ていうかもう、うわー、なにこれ。あー、まあこれぐらいしかないな。1個今最後に一言言ってた。え、今言ってました？うん、うん、それしかないけど、でもなんかもうそれでいいのか、お前って思う。いや、自分に対して。せーの。時間長すぎだよ、うんうん、あー、そういうことか。ちょっと気になるね。気になります。逆に聞こえてなかったね。いやっていうかもう本当にちょっとよく声通るから、ヤジがもう本当に本当に聞こえてないですか。どうですか、自分の想定は上回ってますか？確かにそうかも。面白い。これ思い出した。思い出した。今思い出した、思い出した。ものすごい人々滑舌がいいからはっきり全部届くのよ。なるほど。もうノイズノイズで。ちゃんとやってくださいよみたいな。やだね、アナウンサーって。やだね。これはもう。やだね。アナウンサー集まってやだね。嫌ですね。悪くない感想だった。素晴らしい。素晴らしい。なるほどねみたいな。さあ残るところあと2問ですよ。1、1、1、1、1。いいじゃないですか。いいっすね。いい勝負。いいぞ。いいぞ。続いてゴー。はい。これ俺行ってないな。そうだよね。うわあ、これやばいな。2チームに分かれました。はい、じゃあ対決いくぞ。ああ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 あわかんねえ。もう無理だわこれ。せーの。はい。まあそうだよ、ね。一一三三。なんか文字残ってそうなイメージ。でもね、残ってたのは覚えてる。ああ。一個以上は残ってたのは覚えてるけど。なるほど。正解は。お願いします。みんな本当すごくない？あ、決まる。みんな本当すごい。パートのロデの結果は。1ポイント。ていうかさ、疑って申し訳ないんだけど全部落ちたよね。落ちてないって、ちゃんとビデオ判定。あ、本当？じゃあ、あ、ごめんなさい。問題のシーンあった。入れてたら面白かったな。待って待って、入ってるわ。やったー。いい子ー。まずい、ここで差が出た。よし、罰ゲーム回避。いやいや、まだ。え、同じですか？ラストも。ラストも。ラスト2点にする。イエーイ、2点。もういいよ、そういう企画って感じの。いいじゃないですか。楽しい。イエーイ。行ってみましょう。最初問題、行きましょう。2点。ほら、頑張ってますよ。
でもやっぱりさっきおっしゃってましたけど、3回目こそ先に打たれた方がいいから、ちょっとね、新しいリー山本をねちょっと見せたいんでねよし、では3回目お願いします。よね、ちゃんとやってね、えいっつって、やだしちゃって、全然ここら辺覚えてるぞ、俺。すごい気持ちよかった。水の冷たさに慣れたっていうのもあるかもしれないですし、あれもう終わっちゃったってなりましたね。整った。てか行けって言われたら行けるかも。今行けたりながら今後の抱負覚えてるぞ。うわ、俺覚えてます。多分リーさんこの後何と叫んだか、ニュアンスはね絶対あったはず。僕めっちゃ見たもん、マジで。ありがとう。いや面白かった。嬉しい。そう、なんか若林アナがこのみそぎを見て、私も今度滝行行くことにしましたって何それ。でもね、若林さんほんとちょっとそういう点が、そうね、空飛び始めちゃった。パラグライダー好きだったりするから、ずっと言ってたぞ。せーの、じゃん。そう、あー、なんか幸せな家庭にする、家庭にするぞ。10か100かはどっちだっけってなった。そうなんですよ、数字なんですよ。そう、10か100か、ただ10だった気がする。10だった気がする。私も仕事の方か。あ、ごめん、仕事仕事人だった。いやいや、私意外と仕事人だった。いや10だったら気にしますよ。いや、100までは言ってないけど、10でいいか。やっと10万人行きそうな気がする。気持ちよかった。あ、どうも。前髪がすごい。やったー、正解した。正解はチャンネル登録者数10万人、イエーイ。ということで罰ゲームはターンさん。ということで罰ゲームは激にガチャです。激にガチャ、これですか。なんだろうね、これ。激にガチャで、え、色はだって普通のなんか、あ、本当だ、ウーロン茶みたいな、ほうじ茶みたいな、ね、ウーロン茶みたいな。じゃあいきますね。はい、ではタアさんお願いします。いただきます。激にガチャ、どういうリアクションするんだろう、楽しみ。あ、でも香りは、香りから麦茶みたいな、麦茶。いけちゃう。あら、何どういうことですか。いけちゃうパターン。何ですか。俺はこういうの好き。いやねえ、頼むよ。罰ゲームなんですから。ねえ、頼むって。ものすごい苦いよ。ものすごい苦味って僕好きなのよ。へえ。ちょっとだけ何、ちょっとだけいこうよ。いや、見た目違う。なんか普通のさ、茶色って全然普通のお茶の、うん、そうですね、香りも。あったかいんだ。あ、ちょっとね、あったかいんだ。うん、温かくさしてくれる。いっちゃった。あっ、結構すごいじゃんこれ。え、私が一番頑張った動画はペヤング極引きから2みたいなものをガチで食べきった。しかも水なし。あれ頑張ったな、涙止まんなかったですもん。あともう一本あげようとしたら、やっぱりこれから挑戦するフルマラソンではないでしょうか。これもどうなるかわかんないんですけども、精一杯頑張ってきますので、帰ってきたらなんかみんなアイスとか買ってお願い。いや、1年あっという間でしたね。早かったですね。早かったですね。年々早くなるよ。説得力あるって38だから。ゆるちゃん1年やって一番の思い出なんですか、心身の。いや、もう私はもうね、さっき冒頭で言ってましたけど、筋トレですよっつって、本当に筋トレめちゃくちゃ進みましたからね、自分の中では。ただ趣味でやってたのが、大会に出て、
で、そこからいろんな雑誌から取材とかしてもらって、トップボディービルダーの人と一緒にね、うん、トレーニング教えてもらったりとかして、うんうん、もう幸せな1年間でした。本当にもう感謝しかないですね。楽しかった。キリさんどうでした？うーん、2つあります。おまず滝行、はい、あれはね、今となってはすごくこういい経験させてもらえたなって感謝してるんですけど、ええ、まあ最初嫌でしたよ、めっちゃ嫌でしたよ。でもなんかやってみたらすっごい気持ちよかったし、ええ、だから来年の夏も1回って言われたら全然、あ、行けますって言ってますね。あとはね、この前のハロウィンで廃墟お化け屋敷やったんですけど、ええ、めっちゃめっちゃ怖かった。怖い。でも好きなんですもんね、怖いの。好き。なんか今度は私が仕掛ける側になりたいなって。なるほど、なるほど。確かにね、私がドッキリさせる側になりたいなって思います。タヤさんはちなみに一番思い出に残ってるの？今ね、VTR 見てて、まあ何でもないことなんだけど、スポッチャ、うん、エンターテインメント施設、はい、行ってアナウンサーでみんなで、シーンいなかったけど、最後にさ、ミニバイクに乗ってみんなで何周も何周もね、レースして、その時のやっぱりあのミニバイクの小さいミニバイクと大きな体の伊藤龍介さんのミスマッチがもう忘れられないのよ。本当にマリオカートのクッパなの。そうそうそう、いや本当そうだよ。もう龍介さんのあの様が俺もうダメで、もう本当に腹がよじれるぐらい笑ってしまい、もうなんかこうなんていうの、ミス連発、あの瞬間が一番笑ったよ、ゆるちゃんで。面白かったよね。体ね、確かに大きいですよね。めちゃめちゃクッパだった。2年目どうしますか？1年間で10万人までは行きたいっすね。そうですね。いいんじゃないですか、うん、結果としてはね、求めるのはそういうことで。まああとやっぱ結果的にいいんじゃないですか。普段やっぱりこうさ、いろんな現場で各所で動いてるアナウンサーたちがさ、はい、改めてさ、そうですね、ありがたいじゃん。それはありがたいですね。あ、こんな人なんだとか分かるし、うん、お互い。このチャンネル裏テーマにアナウンサーの素をもっともっと発信して皆さんに知ってもらいたいっていうのがあるので、うん、それもどん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 発信していきますのでね、皆さんも楽しみにしてほしいなと思います。ということで皆さん2年目もよろしくお願いします。お願いします。目指し10万人なので、どん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 拡散してほしいと思います。よろしくお願いします。では、この動画いいねと思った方、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。2年目も頑張るぞ。頑張るぞ。